はい、エルカチャンネルのショです。今回の動画はオルタナチャンネルさんがやられてたやつをちょっとやってみたくて、こちらを買ってきました。はい、カップヌードルとカップうどん、それと水です。オルタナチャンネルさんの動画を見られた方はご存知だと思いますが、こちらを水で作ってみようっていう動画でした。で、単に面白半分で水で作ろうっていうのではなく、ちゃんとした話があります。こちらちょっと携帯見ながら言うんですけど、警視庁警備部災害対策課がツイッターで紹介したことが話題を呼んだ方法です。災害時にお湯がなくてもカップ麺を作るっていうのを紹介されました。ラーメンだけではなく、焼きそばやカップうどん、そして袋麺にも応用可能だそうです。カップ麺の場合、これもカップ麺に入るのかな、水を注ぎほぐれるまで待ちましょう。チキンラーメンなどの場合は15分ほど、うどんなどの場合は20分以上、その際粉末スープは先に入れると書いてあります。カップ焼きそば、袋麺のやり方も書いてあります。興味がある方は一度見られてみてはいかがでしょうか。そしてなぜペットボトルかって言いますと、水害時にですね、井戸水などは汚染されている可能性があります。ペットボトルの水を使うなど衛生面には十分注意して調理に当たってくださいと書いてあります。ということで、こちら2つをちょっと作っていきたいと思います。カップうどんは粉末を先に入れましょう。そしたら水を入れましょう。そして蓋をして、こちらも蓋をしましょう。通常こちらが3分、こちらが5分と書いてありますけど、15分から20分っていうことですので、20分待ってみたいと思います。タイマーをかけましょう。それでは20分待ちたいと思います。さあ10秒前です。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、20分経ちました。ということで食べてみましょう。さあどうなんですかね。あー、まだ水っていうか、ほら水分はありますね。どうなんでしょうね。こっちの方もちょっと見てみましょうか。あー、匂いはすいね。ほらこっちもまだチャプチャプなんですよ、ね、どうなんでしょうか。食べてみたいと思います。麺硬そうですね、まだ。20分じゃ厳しいんじゃないかな。いただきます。ほら、固まってるし。
ちは美味しい。冷たいけど美味しいですよ。ただやっぱ麺がまだちょっと芯が残ってるような感じですね。もうちょっと柔らかくなったなら美味しいと思います。うどんの方行ってみたいと思います。揚げはちょっと余計といって、あーこっちもそうですね、やっぱり麺が硬いですね。こちらのカップヌードル以上に硬いです。いただきます。硬い。もうちょっと置いてからの方がこれはいいと思います。正直食べれないわけじゃないけど、うどんとは見れないですね。あと10分ぐらいちょっと置いてみます。これはこっちのカップヌードルはまだいけたので、こっちは食べたいと思います。硬いけど美味しいです。いつものような感じで食べると後悔しますね。これはでも災害時にお湯を沸かすっていうか、その水を沸かすものがなければお湯ってできないじゃないですか。なのでそれを考えればありだと思うんですよ。ちょっと時間がかかるんですけど食べれますね。結構いろんなことがここ数年起きてるので、知ってて損はない話かなと思います。ちょっとこういうのをもうちょっと調べてまた動画にしたいなと思います。ということで今回の動画はここまでです。ちゃんと最後まで食べます。俺にかかってこい。